だよ、はい、YouTube を見てる方からコメントが届いてます。はい、あの身の回りに不潔そうな人がいて、うん、例えばシャツがヨレヨレで、で、あの歯とかも結構黄ばんでて、うん、なんか不潔も溜まってて、それ終わってるじゃん。あ、そうなんです、そうなんですよ。もう見るからに波動が低くて、で、そう、もう本当に実際にその人は貧乏なんです。うんうん、でその人がなんか改善するためには、うん、まあ、まず何から手をつけてたらいいかなっていう。いや、もう全部だよね。あ、全部です。もう全部だよね。まず風呂入ろう。あ、まず風呂入ろう。まず風呂入ってくれ、はい、風呂入ってくれ。あとシャンプーですね。うん、ていうかもうやっぱりいつも言うけど、やっぱり神様は、はい、神様って綺麗好きなんだよね。あ、神様って綺麗好きなんですね。神様綺麗好きだね。はいはい、はい、神様ってで、そのもちろんその綺麗好きというのは家もそうだけども、はい、やっぱり自分のこの見目形っていうか、この自分の容姿もやっぱり綺麗な人が好きなんだよね。あ、そうなんです。そうだよ、だからその不潔な人っていうのは、はい、もう貧乏神が寄りついてるからね。あ、そうなんですね、うん、だってもうさだってもうなんかこの人不潔だなと思った瞬間に、はい、もうそこには貧乏神がいるから。あ、そうなんですね、うん、多分うわなんかちょっとね、この人は汚いなとか、うん、いるよ、うん、電車とか乗ると、うんうん、ちょっと無理みたいな、この人無理みたいな、いますね。それね、おじさんでもおばさんでもいるけども、うん、あれも後ろも大名行列でもう貧乏神くっついてるからね。あ、そんなにいっぱいくっついてる。もういっぱいくっついてるね。もう一人や二人じゃなくて、一人二人じゃないね、もうほんと遥か彼方先まで。神様がそんなについてることはすごいことです。すごいな、もうスペースマウンテンより並んでるから。そうなんですよ、うん、2時間半ですよ、ね。ディズニーランドで行ったら2時間半ですよ、あれ。そうだね、はい、それぐらい、はい、もう貧乏神ついてるな、汚い人はね。ああ、そうなんですね、うん、もうスプラッシュマウンテンより並んでるよね。そうなんですね。しかも、うん、進まないから。進まないね。まだスペースマウンテンは進むからいいですけど。そうだね、だから本当にそういうのはやめた方がいいよね。そうですよね、うん、本当ですよね、うん、絶対ダメだな。まず身なりを、風呂入って身なりを整える。うん、ていうかやっぱりもう僕いつも言うけど、やっぱり僕いつも提唱してるけど、やっぱキャラチェンジしていこうよ。あ、どういうこと？せっかくだからキャラチェンジ、はいはいはい、もうせっかくの機会だから、はい、もうガラッと180度違う自分を、はい、こんなチャンスもないとやらないから、はいはいはい、だから今持ってる洋服も全部、はい、手放して、はい、うん、そうですね、真新しいもので身を包み、はい、そしてカリスマ美容師に髪を切ってもらう、うん、ああそうなんですね、うん、これももう自分でどうしたいとかじゃなくて、はい、もうカリスマ美容師だからさ、もう顔見ただけでさ、もう頭の形とか顔の形とかさ、雰囲気見てさ、うん、どんな髪型が似合うって分かるんだよ、カリスマは。ああ、そうなんですね、うん、だから椅子に座ってもうカリスマのお任せでって、うんうんうん、カリスマのお任せ、うんうんうん、自分から注文はしない、しない、うん、もうカリスマが、はい、もう思うように好きなように切ってくれと、うんうんうん、で洋服も新しいので、もう全然それ雰囲気も違う、気持ちも変わってくるよ、そういうの。そうだと思います、うん、あと明るい服の色の服着てね、はい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 、はい、うん、もうやっぱりキャラチェンジっていうのは僕は必要じゃないかなと思うよね。まあそんな中で今の話でいくと、はい、やっぱり歯ってね、はい、さっき歯の話もしたけども、はい、歯ってね、お金なんだよ。歯ってお金なんですよ。歯イコールお金だから。あ、どういうことです？だからあの僕の師匠たちってね、はい、あの用もないのに歯医者行くんだよね。なんでです？メンテナンス。はあ、そうなんですね、うん、もう虫歯イコール臨時出費だから。あ、虫歯が臨時出費なんですね。うん、臨時出費。めっちゃ怖いですね、うん、だから用がなくても歯医者に定期的に行くわけ。あ、クリーニングに行ったりとか、虫歯がないかどうかチェックしに行くっていうのはやっぱり定期的に行ってらっしゃるね、はい、師匠たちはね。だからよく言われるよ、歯医者行けよってよく言われるよね。あ、そうなんですね、うん、大王にもアドバイスとして歯医者行けよ、うんうん、歯医者行けよって言われるね。それは自分自身が歯が痛いとか心当たりがなくても。あ、だから全然もうメンテナンス。だってほらね、知らないうちに虫歯とかってできてるものじゃない。あ、そうですね、うん、だって今日検診に行ったけど虫歯なかったもさ、1ヶ月後に行ったらわからないじゃない。わ、はい、からないです、うん、ちなみに歯の白さって関係ありますよ。 あるよ、芸能人は歯が命だからね。あ、芸能人、うん、あ、確か芸能人の方は結構財をなされてる方多いですよね、うん、そう、だから歯が白いってのはいいことだと思うよ。あ、そうなんですね、うん、だからもう本当歯ってね、本当大事なんだよね。はい、だから本当歯イコールお金だから、はい、やっぱりその歯が
やっぱ虫歯だらけとかだと、はい、これね多分私そうだって思う人いるかもしれないけどやっぱり臨時出費なんだよね、はい、ああそうなんですね、うん、突如車がパンクしたりだとか、うん、いやそれどんな形かは分かんないけども、はい、やっぱりねその歯とお金ってのはリンクしてるからさあそうなんですね、うん、じゃあ臨時出費続くなと思ったら、うん、一回歯のメンテナンス行ってみるいや臨時出費続くじゃなくてもう常に歯医者あなるほどじゃあもう用がなくても歯医者この動画見た瞬間から今すぐ歯医者に行ってください、うん、歯医者行ってクリーニングと、はい、あとはその歯石を取ったりとかさ、はいはいはい、虫歯がないかどうかチェックしに行くってことだねそうですねそうですね、うんうんでも本当歯医者ってコンビニよりあるからねあ確かに相当ありますねうんだから、はい、もうすあともうその歯医者の閉店っていうのもめっちゃ多いからねなるほど競争率が高いからそうそう競争が激しすぎて、はい、勝ち残っていけなくて、はい、やめていくお店も本当多いだってコンビニの数より歯医者の数の方が多いんだからあそうですよね、うん大王が歯医者に行くときにこういう基準で選んでますよとか、うん、そういうのあったりします歯医者のはいいや全然ないあないんです近所とか、うん、近所あそうなんですね、うん、なるほど、まあ、だから歯医者はね本当定期的に行った方がいいよああぜひ行ってほしいですね、うん、で、はい、あとやっぱその歯茎っていうのはね仕事なんだよ歯茎仕事なんですよそうだから歯槽膿漏とかやったらさ、はい、もうこれ仕事に影響が出てくるからね口内炎とかどうです口内炎は知らないな口内炎だから結局歯の土台はね、はい、あの歯茎でしょってことはそのお金の土台ってことは仕事なわけだよなるほど、うん、だから歯槽膿漏って歯槽膿漏になってると、はい、ちょっと仕事運が落ちてくるからねそうなんですね、うん、じゃあもうどっちも直さないとお金っていうものは安定していかないんですね、うん、そうだねだからもう歯医者用もなくても、はい、もうやっぱ月に1回歯医者は行くっていうねうん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 、うん、そうですねそう決めちゃった方がいいですね決めちゃった方がいいよねうんだから歯、うん、歯はお金だからすごい大切じゃないですかめちゃくちゃ大切だねでも皆さんやっぱりその時間のことがないとかで、うん、あの歯医者に行くのをちょっと、まあ、痛いですしね治療するの歯医者は痛いね、はい、痛いですね特に男はさ、はい、痛いの弱いからねあ男って痛いの弱い男痛いの弱いね女性の方がもっと痛みに強い女性は痛みに強いあそうなんですねもう男は注射一本ダメだからああそうなんですね、うん、僕なんかもう麻酔するだけでも怖いもんいやあの歯茎にいられるの怖いっすよね痛いねしかもなんかちょっとまずいんですよねあれはねあの音も嫌いだしねあ音もすごいですね、うん、だからもう下手くそな歯医者行くと本当に、うん、あの麻酔だけでも痛いからねそうですね、うん、で痛かったら手挙げてくださいって言っても無駄じゃないですか、うん、何も心まで僕たちのメッセージは彼の胸まで届いてないじゃないですか、うん、まあだから定期的に歯医者に行って、はい、まあメンテナンスは絶対的にするべきだなと思うよねそうですよね、うん、だってお金は安定させたいですもんねそうだねだからね、はい、やっぱりその自分の姿形もそうだしね、はい、やっぱり髪型もそうだしやっぱり化粧もそうだし、うん、身なりもそうだし、うん、あとはもうね下着もそうだし、うん、歯もそうだし、うん、そういうところに気をやっぱり、うん、最低限やっぱりそういうところに気をつけてほしいよねそうですねだから人から不潔だなと思われたらもう終わりだってことだよで不潔だなって思われても、うん、あなたは不潔ですねって言ってくれる人は誰もいないのでいないね、はい、だから本当にそのもう不潔イコール貧乏神がついてるからああそうなんですねだって不潔な人って本当不潔のオーラが出てるからあ出てますね、うん、出てるでしょ、はい、もう出てる時点でもう本当にもうスプラッシュマウンテンぐらい並んでるからもう怖いなその2時間半のディズニーランド、うんだから本当にその不潔感漂うっていうのは本当に良くないので、はい、やっぱ美意識と清潔感だからね神様はそれが好きなんですね、うん、神は清潔感神はもう本当清潔な人が好きああそうなんですねそうだから不潔にしてると寄ってくるのは貧乏神だけだからだから家が汚くても貧乏神だし姿ねその、はい、自分の格好が汚くても貧乏神だしだからそんな人はやっぱり運も見放されていくからねああそうなんですね、うん、だから、まあ、積極的に、はい、美意識を持って生きてほしいよねそうですね、うん、だって、今服そんなに高くなく買えるじゃないですかうん買える買える安く買えるしねはい、うん、なのであのぜひ安い店でもいいのでチェンジしてうん、はい、もうキャラチェンジだねはいそうですねキャラチェンジしたらねちょっと明るくなるよ
あ、洋服も上がる。だって洋服も新品なもの着てるとなんかほらテンション上がるじゃない。テンション上がりますね、確かに。下ろす時ってテンション上がりますもんね。そう、だからね、そういうやっぱ気持ちが大切なのでね、うん、ぜひ実践してほしいと思いますね。そうですね、ぜひやってほしいです、はい。YouTube をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルでは様々な開運情報や、はい、どうしたら人はね運気が上がってくるのかってことに特化していろんなことをお話をさせていただいておりますので、もしよろしかったらチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録ここ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